東方書店は、東京都にある中国関係書籍専門書店、中国関係図書出版社。神田神保町にライトグレーの外壁の4階建てビルの本店を構え、中国関係書籍専門書店として高い知名度を持つ。2014年の人民網の記事によると、日本で発行された中国に関する本、雑誌を約2万冊、中国、台湾からの輸入書籍を、 約2万冊常備している。大阪府水田市には関西支社がある。1951年、前身の極東書店が創業開始。1966年に極東書店から中国部門が分離独立して株式会社東宝書店を創立。当初から日中出版文化の交流が目的であった。創業者の安井正幸、福島正和は、毛沢東。 州恩来ら新中国成立当初の中国の政治的指導者とも交流があった。1956年、極東書店の責任者が西ドイツのフランクフルトで開かれた図書博覧会に参加した際に中国国際書店の総経理と知り合い、日本の書籍を輸入したい、中国国際書店と中国を通じてソ連の書籍を輸入したい、極東書店の利害関係が一致して、 業務提携についての談合を開始。これが東方書店が中国書籍の出版を手掛けるきっかけになった。当時の中国は西側諸国との連絡手段がなく、東方書店は中国が外界の情報を得るためのルートとなって中国の建設と発展を支援した。同時に東方書店は日本国内向けに中国を紹介するための窓口ともなった。 2014年8月、人民大会堂において、東方書店は長期にわたり、中国書籍の翻訳や出版、販売に携わり、中日の文化交流において多大な貢献をしたとして、中華図書特主貢献進むを授与された。出版部門は、中国語や関東語、台湾語、韓国語などの辞典、テキスト、参考書、中国をテーマとする東方戦書、 教養系盲書、専門書などジャンルにこだわらない、幅広い出版活動を行っている。1975年9月に創刊した、月刊誌、東方は、東方書店の PR 誌である。中国の図書情報以外に、毎号学術面に重点を置いた中国関係書の書評や、中国関連のエッセイを多く掲載し、研究者にとって、 中国関係の学術情報を知る重要な媒体となっていた。予約購読者の落ち込みなどがあり、2021年より各月間に移行し、2021年6月7.8月がペイー号を持って紙版を休館。以降、ウェブ版、ウェブ、東方にて公開。ありがとうございます。